テレ東2003年第85回全国高校野球選手権大会開幕試合の始球式に登場したのは小泉総理大臣。現職の総理としては初めての始球式です。投げ込んだボールは弧を描きながらど真ん中へ。小泉総理は開会の挨拶でもスタンドを沸かせました。諸君の一刀一打にかけるその懸命さ、そのひたむきな姿に我々は感動します。勝ってよし、負けてよし、泣いてよし、笑ってよし、諸君の健闘を祈り、お祝いの言葉といたします。